DJIMS DJI。 はい、どうもこんばんは、田口スポーツです。今日はですね、当店が別注したこのドライヤのグローブ、全6種類をですね、一つ一つ紹介していこうと思います。定番をそのままのウェブで、ね、色変えて作ったのもあれば、ウェブを変えて作ったものもあります。ではよろしくお願いします。どうぞ。はい、お待たせしました。ではオーダーグローブ一つ一つ紹介していこうと思います。まずこちら見えてるのは、もう皆さん覚えてるかと思うんですけど、山田さんのね、山田鉄道の小型 DJIMS をベースにしております。で、全てですね、今回オーダーしたのは黒で、ステッチは赤。そしてなんとかしてね、この新オーダーのラベル、新ラベルを使いたかったので、このカラーリングを当店は選びました。まあ、いろんなお店さんがね、いろんなパターンで作ってるとは思うんですけれども、はい、こんな感じですね。どうぞ。まあ、セカンド特化として、まあ、小型が欲しいということは迷わずこれかなというところですね。こんな感じでございます。やっぱりオーダーしたら、お待たせしました。次は DJIK ですね。皆さんこのウェブ見るとですね、もう大体もう何かっていうのが分かるとは思うんですけれども、 DJIK っていうのは、まあ、手があまり大きくないんだよっていう人には、まあ、ちょうどいいかなっていうふうに思います。で、まあ、基本形に忠実に作っております。こんな感じですね。見ていきましょうか。うん、素晴らしい。こんな感じですね。じゃあ次ですね、ドーンということで、山田モデルですね、 DJNIM です。もう何も言うことはないと思うんですけれども、やっぱりこうしても一番最初に出ていきますね。やっぱりすごいプロモーションがかけられてるというのもあるので、文句がないというかですね、まあ、いろいろね、文句がないというわけではないんですけれども、素晴らしいグローブなんですけれども、無理やりねこの大きさのグローブを買うというのは、あまり良くないんじゃないかなと私的には思います。っていうのも、実際に DJIMS もDJIK も実際はめてみて、サイズがそれが良ければやっぱりそれをね使うのがいいんじゃないかなと思います。で、やっぱりサイズ感は違えど革は同じですので、その辺もですね考慮して選んでいただきたいかなというふうに思います。うん、では次いきましょう。お待たせしました。次はですね、 DJII をベースにしまして、まあ、クロスウェーブね、やっぱりシンプルなところをですね、やっぱり別注したんだからということで、このね紐、中紐入りを選びました。これでね、グッとこうデザインが引き締まった感じが、さらにこう洗練された感じが個人的にはしてるので、これもいいですね。ソフトボールにもいいですね。丸みのある方で、これまでね紹介した方とはまあ対照的というかですね、またまた一味違うグローブではありますね、型でありますね。うん、ということでございます。じゃあ次ですね、ここからですね、投手用でございます。じゃん、この投手用なんですけれども、 DMP ですね。もう投手の中で何がいいですかって言われたら、いろいろね紹介したいものがあるんですけれども、最終的にここに行き着くことが最近多いです。っていうのもね、まあ、もちろん型もいいんですけど、投手に特化してて、この辺が使ってて出っ張ってきにくいっていうのがあって、まあその辺もかなり設計ねの段階で考えられてるので素晴らしいですね。でも型もすごく付けやすいというか、であと革ももちろん結構分厚いので、もうその辺も評価したいなと。まあ、実際に口で言ってもよくわからないので、はめてもらったりしたら、とてもねその投手の方だと、あ、この方だよっていう風に分かっていただける方が割と多いんですけれども、そんな感じです。もう私の大変おすすめのモデルでございます。最後になるんですけれども、こちら外野手用ですね。外野手用ってこんなウェブねないでしょ。でちょっと横断時なので、こう昔ながらのウェブじゃなくて最近のウェブにしました。どうでしょうか。 DJO 一気になんか僕これでねいいかなと思ってたんですけど、いい感じになったなと思ってたんですけど、 あとねオーダーグローブ買ったらもちろん袋がついてるんですけど、このね発売されてるやつとはちょっと配色が逆パターンなんですよ。例えば発売されてるやつってね、こうじゃないですか。でもこうなんですよ。なので、 あいつオーダーしたんだなっていう感じがこれでわかるという、ことでございます。はい、
という感じでね、全てご紹介したんですけども、ちょっとね順番にもう一度今一度見ていこうかなというふうに思います。見ていきましょう。DJ いきますね。 DJO DJIMS DJIM DJIK DMP DJII でございました。これね言う練習してるんですけど、絶対噛まないようにって何度かね練習するんですけど、割と噛みそうになります。なんだっけって DJ から始まるので、まあ、覚えやすいんですけど、皆さんもぜひねドナーの方のことね覚えていってください。でこれからももっともっとね皆さん興味持っていただけると思うんですけど、まずは皮質はもう分かっていただいてます。大きさのことね、何に近いですかとかっていうことを、ね、店頭に行ったりしながら、いろいろ吟味してほしいなっていうふうに思います。何卒ね、ドナイヤもですね、当店の別注もですねよろしくお願いいたします。では失礼いたします。